行こう。じゃあチーズあげる。そしてこの日以降、少し奇妙なことが起こっていた。ボンデベックチーズ、まろやかで食べやすいんだ。ありがとう。青山君も一緒に学食どうだい。ここの食堂は僕の口に合わない。ではまた後ほど。インパクトある言動だけれど、いまいち何を思っているのか読めない青山君。彼が本性を表し始めたんだ。何今の。なんでベランダ、隣の部屋なのになんでわざわざベランダを。僕は知ってるよ。走ってはいけない。しかし出せる限りのスピードで。すいません院長。サプライズ。青山君、怖くて眠れなかったよ。何か事情がある。